まず、この辺りを右クリックして、インサートバーチャルインストゥルメントオンニュートラックを選択します。メロディーを入力するために、仮の VSTI をロードします。何でも構いません。ここでは E ピアノを選択しました。そして、インサートメニューのニューミディアイテムを選択します。ここをダブルクリックして、ピアノロールにメロディーを入力していきます。再び右クリックメニューのインサートバーチャルインストゥルメントオンニュートラックを選択し、サウンドフォントを読み込める VSTI をロードします。ここでは SFZ を選択しました。ここのファイルと書かれたところからリノイドサウンドフォントをロードします。ここではほのか名を選択しました。そしてまた、インサートメニューのニューミディアイテムを選択します。ここをダブルクリックして、今度は歌詞を入力していきます。歌詞の入力は、行ったり来たりで結構しんどいです。何か良い方法ないかな？さらに、ケロビーという VST 用のトラックをもう一つ追加します。右クリックメニューのインサートニュートラックを選択します。ここの FX というボタンをクリックし、VST エフェクターランのケロビーを選択します。わかりやすいようにケロビーと名前をつけておきましょう。そして E ピアノの IO というボタンをクリックし、アッドニューセンド欄にケロビートラックを追加します。ケロビートラックへはミディ信号だけが流れてほしいので、FX の横にあるアイコンをクリックし、E ピアノは音が出ないようにします。次に SFZ の IO ボタンをクリックし、Add New Send 欄にケロビートラックを追加します。ここにマスターペアレントセンドというのがありますが、このチェックは外しておいてください。そうしないと音が二重になってしまいます。このスピードというつまみは音の変化の素早さを調整します。0にするとかなり緩やかになるので、
30から40くらいが良いでしょう。フォルマントシフトつまみは性質を変化させます。このギャリブつまみを動かすことでビブラート効果が得られます。少しこのつまみを触ってからバラムというボタンをクリックします。ラストタッチ度キャリブと表示されていることを確認し、パラメーターモジュレーションをクリックします。ここの LFO をオンにするとギャリブつまみが左右に動きます。ここを真ん中にして、ディレクションをセンタードにします。ストレングスを 30% くらいにして、スピードをほどほどに上げます。あとはケロビーの後ろにリバーブでも足しておけば綺麗に歌ってくれます。もっと良いテクニックがあるかもしれないので、いろいろ工夫してみてくださいね。